この回路は一見整備用と同じだが、何か異質でおどろおどろしい感じがする。この石柱の模様は楔形文字か。いや、何かが違う。どこかで見たことがある。大丈夫ですか？大丈夫。少し気分が優れないだけ。やはりそうか。ここが帝都の地下に似ているのは偶然ではないようだな。ではこの先に。この先にアクルカが、誰かが呼んでいる。この辺りは太古の時代に眠りについたもの。以来誰の手にも触れられていません。オンビタイカヤンの偉大な足跡の一端が当時のままの状態で残されているのです。誰の手にも触れられていない。確かに外観こそ丸ごと残ってはいるが、動力が感じられ、利用する者がおらず機能もしていない都市など、もはや死んだも同然。人類は本当に滅んでしまったのだな。地下深くにこのようなものが眠っているとは、地上の参拝者は知らぬのだろうな。ヤマトの帝都と同じということか。クモンはここにこのような遺跡があったのは知っていたのか。クモン、心ここにあらずという感じだが、どうした？注意、あの柱の影にいます。たたりか、こんな場所にまで。いや、大きくはないが、数が多いか。少々厄介だな。どうか、武器をお納めください。ここは聖域。彼らが襲いかかってくるようなことはありません。しかし、言われてみればこちらを伺ってるだけで。だが警戒しないわけには。ん？この歌、まあ綺麗な歌。優しい歌ですね。あの方たちの安らぎが伝わってきました。どういうことだ。以前はこんなたやすく逃げたりは。浄化されて、この場所は清められているため、たたりも荒ぶることなくおとなしいようです。そうなのか。はい。ですので、ここであの方たちが襲ってくることはありません。さあ、こちらへ。なんだこの感じは。だんだんと空気が重く、表情豊かとは言い難い。あの双子たちですらどこか息、さっきまでの冷たく透き通った空気が濁り生。ここはトゥスクルにとって聖地であるはずだ。
それがなぜ。見えてまいりました。ここが目的地です。これはでかい。ちょっとした集落の一つくらいはすっぽりと収まってしまうぞ。まるでクレーター。いや、自然にできたものではないな。あちらはおそらくあそこに主様の求めるものがあります。ウスクーちゃん、ウソ、これって封印庫でも、こんな巨大な、じゃあまさかここって。でもあれはただのおとぎ話ってクオン。よろしいのですね。なんだ今のは。頭の中に直接聞こえたのは自分だけか。ウルトリーと。はい、この先にあなたが求めるものがあるでしょう。ですが、この先へ進め、それでもあなたは前へ進もう。どういう意味だ。すべての希望が打ち砕かれるか。ならば構わん。何も知らず後悔するより、すべてを知って絶望する道を選ぶ。もはや逃げるわけにはいかない。そうですか。差し出がましいことを申しました。お許しください。ウルトリー殿は一緒には来ないのか。はい、私はここで、ここからはあの社に追わすお方があなたを導いてくださいます。まさかオルヤンクルである。はい、あなたの望むすべて、それがあなたの安らぎになることをね。どうかあなた様に祝福があらんことを。ここにも社が。大きな社の下に別の社があるとは。いや、それまた浄化されている。空気が澄み切っています。そうだ、先ほどまで感じていた。それどころか最初の頃に感じた。いや、それより明かりが。ようこそいらっしゃいました。あなたは。はい、ここの管理を任されているもので、エルルーと申します。エルルー様、どうして。お初にお目にかかる。それがしはオシトルと申す者。存じております。あなたの真の名も、ここへいらした目的も、この地へは資格ある者しか入ることを許されませんから。資格。ここに。大きくなりましたね、クオン。母様、母様、母様こんなに大きくなったのにまだ甘えん坊なのね。だって。本当に心配をかけちゃって。母様、クオンはクサジなったよ。母様と同じ立派なクサジになるんだって。いっぱい頑張って。グーちゃん偉いわね。
頑張ったのね、クオン。クオンのことは頼りで知らされてた。嬉しいことも悲しいことも、頑張っていたことも、失敗して落ち込んだことも、こうして抱きしめてあげたかった。頭を撫でて褒めてあげたかった。あなたは私の自慢の娘なんだって。なら、どうして、どうしていなくなったの。誰も知らないって教えてくれなかった。いっぱい探したけど、どこにもいなかった。クオンだけ内緒にされて。ごめんね、本当にごめんね、母様。もう大丈夫？あの気丈なクオンが幼い子供のように。母様、大丈夫、もういなくなったりしないから。だから今はあなたが連れてきてくれた方へのお役目を果たさないと。でも大丈夫だからね。お待たせしました。どうぞお入りください。あの方が待っている。オルヤングルが言っていた、全てを知る者とはこの人ではないということか。